はい、今日は11月6日午後1時半ですね。はい、またウーブンとあれかリナックスかウーバーマンの機械が増えました。はい、まだ今充電中なので使えませんけど、はい、これとこれですねはい、実はこれをだいぶ早くから買おうっては思ってたんですよ。これはですね、木の枝打ちとか木に登って、木を切るとかそういうのに使うためにですね。はい、これです。はい、これが25センチです。大きいのは35センチあるんですけどね、あれ結構重いんですよね。で、バッテリーも50ボルトだから大きいし、これは18ボルトです。これとこれはウーバーマンはその50ボルトと18ボルトがあります。2つですね。はい、コメリのブランドじゃないかもしれませんけど、あとコメリが売ってる B シェアっていうのが今3台持ってるかな、別にですね。はい、そういうことで何でもコメリでというのはやっぱり結構使えて安いのをコメリが出してるんでですね。はい、そういうことで、コメリになってしまってますけど、はいはい。で、今、もう終わったかな、さっき。さっきまで冷却してたんですよね、これ。この緑ランプがついたら、もう、充電済みなんですけど、ファンが回ってたんで、この電池を冷やすためにですね。はい。これが18ボルト。で、あら、これに入れちゃったか。これが50ボルトの充電器ですね。で、こっちが B シェアの18ボルトの充電器です。同じ18、まあしょうがないね。同じ18ボルトでも、まあ統一してもらったらなお良かったんですけど。はい、そういうことで、またコメリの、あれが増えましたということで。はい、他のは今ちょっとここにあります。ほら、ちょっとこれは。この前やってたらちょっとトラブってちょっと外れましたので、ちょっと修正する必要がありますけど、チェーンソーがですね。はいはい、これは主に今嫁さんが使ってます。これはその草刈り機ですね。でもやっぱりこれは平地しか使えないんで、ちょっとうちみたいな中山間地で斜面とかそういうのが多いところは、使うのが、限られるんで、なかなか出番がないですね。高枝チェーンソーですね。もあります。はい。草刈り機は、やっぱり、こういう背負い式ですね。これのここを電動に変えてバッテリーをここに置けばいいんでしょうけど、はい。で、そういうのが安く出てこないなら自分で改造しようかなと思ってます。はい。できるかどうかわかりません。まあ草刈りロボットを作ろうっていうくらいなんで、そのくらいちゃんと自分でできなければいけないんじゃないかということで、まあちょっと面倒ですけどね。いろんなそういうブラシレスモーターとか電池とか、あの回転制御をどうするかとか、そういうのを考えなければいけないんで、だからもう小ミリさんにそういうのを作ってもらえれば助かるんですけどね、はい、ただもう
これから先はこのままでいいんですからね。気候としてはこれから先はですね、このエンジン部分をそのブラシレスモーターと、うん、バッテリーとその回転制御のできるそういう風に改造すればいいんで、それほど金はかからないと思うんですけどね。はいはい、そういうことでコメリさん作ってくださいね安くはい、そういうことでちょっとまた機会が増えましたということではい、撮影してみました。終わります。